三木駅は、かつて、兵庫県三木市福井二丁目にあった、三木鉄道三木線の駅である。道線の終着駅であったが、三木線の廃止に伴い2008年に廃駅となった。基本的には駅舎に接して、単式ホーム一面一線のある構造であったが、高木側に切りかき機ホームがあるため、一面二線になっていた。この切りかき機ホームは、元は、貨物用で、 1999年に列車を増発する際新しく線路を敷き直して作られたものである。乗り場は単式ホームが1番線、切りかき機ホームが2番線であったが、切りかき機ホームの2番線は朝の列車1本の見つかっていた。当駅はその他車両留置用の側線1本を持ち、これは校内の手前で本線から分岐し、 校内奥にある車庫に至っていた。夜間大白も設定されていた。週1回の間隔で2番線の車両は停車場へと移動し、給油と車両清掃を実施していた。月1回の間隔で、幹300から1億310万4105の車両入れ替えを行っていた。うち1車両は車庫へと改装されていた。駅舎は木造河原吹平屋建て。 古くからのものとなっており、内部の旅客が立ち入ることのできる部分には広い、待合所のほか出刷口があった。当駅は、三木鉄道で、唯一の直営駅であった。三木鉄道では普通運賃の収受は、基本的に車内での生産によるものとされ、当駅の出刷口では、入場券、定期券、回数券、記念乗車券及びアイドル木村優子の CD 等、 販売していたが、鉄道線内の片道及び往復乗車券の販売はしていなかった。ただし、廃止直前は乗客の増加に伴い、薬事見駅までの反抗券の相互式の往復乗車券を発売した。また、廃止前の営業最終日には、薬事見駅までの250円区間の何県の普通乗車券を発売した。三木を名乗ってはいるが、三木市の中心部は、 神戸電鉄青線にある同名の三木駅の付近にあり、この駅の周りは、町外れといった風情である。三木市役所は、いずれの三木駅からも近くなく最寄り駅は、神戸電鉄青線の三木上の丸駅となっている。当駅から、神戸電鉄の三木駅までは、徒歩15分ほどの距離である。三木、伊バス、三木鉄道三木駅停留所が、駅前に置かれ、 新規ゾーンバスの運行する、コミュニティバス、ミッキー、イバスが発着する。また、少し南に離れたところに、幅大島へ停留所が置かれ、新規バスが発着する。駅の廃止後はミキ鉄道代替バスが運行を開始し、両停留所を経由している。廃止後もバス停名は、ミキ鉄道ミキ駅となっていたが、ミキ鉄道記念公園のオープン後に、 現在の名称に改められている。ありがとうございます。